さてと、ここからかかりこ村は、あれ？ 全く違う方向行ってんな。お、ほこらだ、ラッキー。なんかやりづれえな、隣にお前がいると。どうすんだっけ、弓矢の、ちょっと待って、こっちじゃない、これ確か燃やせるでしょ、外した。 あれ、松明どっかなかったっけか。これで多分こうつくと思うんだけどね。燃えろー。いて、消えた。まだ行っちゃダメなのかな。困ったな。これどうだ。で、飛んであの木のところを飛び越えるとか。いて。我ながら手荒だぜ。ほい。なんかリアクションしていいんだぜ。というか、うん。お前、相変わらずうるせえ。自分でも思うよ、そういうの。超面あ、白い。俺うるせえなと思って。うるさい。じゃあ、じゃあなんかその延長線上で何かやろうかなって思ったのがこれだから。うん。相変わらずうるさいね。うるさいでしょ、我なうん。がら。我ながら思ってるんだったら、別にね。うん。うん。まあ、自覚してるからいいんじゃね？うん。今お前が喋ってる声も入ってるからね、マイクに。わずかながらね。どんだけショックや。どうする？あれだったら編集でお前の声だけをカットするみたいなことできるけど。やろ。え？ そんなこと言うとね、言いたくなっちゃうんだよね。え？落ちてやがマジる。で？ 登れると思ったんやけどな、マジっすか。飛び越え。よし、来た。わ、罠でしょ、これ。罠でしょ。罠ではなかったな。罠ではなかったぜ。あそこに宝箱あるわ。アイテム、アイテム。回復、とりあえず回復。獣肉とか焼いて料理したかったな。ん？ん？料理して回復アイテムにする。もう完璧な世界。ほとんどモンハンなんだよね、このゲーム。そうなんだよ、ほとんどモンハンなんですよ。どれぐらいやったらいけるか。これぐらい。いけるか。飛びついて、よし、来た。作れるでしょ。危ねえ。オープン。来たー。このゲームなかなかルピー拾えないんだわ。うん。魔物から手に入れた素材を売ってお金にしないといけない。やっぱモンハンだ。モンハンだよ。やはりモンハンだよね。モンハンだよ。なんどうか行くんだ、これ。聞いたことあるな。モンハンだよね。なんか落ちてったぞ。え？どういうことだ？この穴の中にボールを入れ込めばいいんだろう。さっき落ちてったボールを。
さっきからなんか手すりかなんかに引っかかってダッシュできねえわ。え？もう行けるとこも全部行き尽くした感じあるんだけど。どうしよう。あれをなんとか動かして、あ、高台に登るとか。こうやって、ほい、よし。で、多分こうやって登っていくんだろうね。アイスメーカーで、さあ、なんだっけ、Lボタンか。ほいっと。OK。こうやって登っていくんでしょ。ほい。よし。あれ？アイスメーカーにも限界があったか。あれ、どうしてはいいんだ。あれ、これで合ってたと思ったんだが。あれ、どうやって上に登ろう。あれ、どうしよう。あー、登れるよね。壁登れると思うんだが、この辺。ここ、よし。だ、バッテリーが少なくなってる。ええー、どうやって充電すんの。どうしましょう。え、わかるようになってきた。なんで登ってくれないんだ。え、なんでだ。は、わからなくなってきたぞ。危ねえ。なんでやねん。間違えた。よし、気分はアイスクライマー。嘘、さっきからカチカチうるさい。申し訳ございません。というか、うん、アイスクライマーよりは楽だと思う。アイスクライマーは結構難しいよね。難しいじゃろ、うん、いや、それよりは絶対楽だろ。自分で道を作っていく感じだけど。あれ、登れると思ったんだけどね。あれ、どうしたらいいんだろう。あ、だやかましいわ。あっ、やらかした。いやー、よく落ちてないね。いや、あれだよ、これあれだよ。あっ、ていうかさ、うん、それ使えるなら、うん、飛んでいくってのできない。高さが足りねえんだよな。どうしよう、回復は。これぐらいでいくか。こんだけ落ちるぐらいだったら。
困ったね。あ、あ気づいてしまった。これだろ。なんで気づかないんだろうね。すんげえなんかまともなこと喋ってる。これいけるか。これシーソーみたいに傾くとか。じゃあビタロック、あそんな感じか。どこに動かせるか。やっぱここ。で、衝撃を与えるためにハンマーがあったね。こうすれば。あれ？違った。俺の予想ではこう、あ、もうちょっと。この辺よし、これぐらいあれば。おい、まい、おい、普通にこれでいった方が早いわ。どこからこのボールが落ちてくるかな。多分ぶつかったらダメージ受けるやろ。あれ作れねえか。おお、びっくりさせやがって。あ、これ、コリ割れるんじゃね？そんなことはなかった。これを、そっち。あ、あんまりにもちょっと、そっちじゃない。どうだ？行ってくれ！もう、なんだろうな、ベクトルが足らんかったかな。入られるだけいっぱい取っといてよかった。もうちょっとベクトル足らんか。絶対足りねえと思うんだ。止めて。お、行った。時すでに遅し。マジかよ。せっかく、でも行けたでしょ。行けたでしょ。行けた、やったぜ。ここに落ちてくれた、やったぜ。なかなかいい落ちだったろ。その落ちはいらんのか。やったー。これシーカー族が作った遺跡なんだって。あのシークよ、シーク。スマブラでいうシーク。あのなんつうの、ハイラルを影から支えてきた闇の組織的な。要は必殺仕事人的なやつ。まさかのそこで例えるとは思ってなかった。面白いな、お話。こういうボキャブラリーもね、こういう活動には必要なんですよ。
ああ、よかった。周りのやつも消えてくれた。あれはなんだ？和むわ。全然和みませんけど。はい。まあ、あんなに薬剤が取り付いてるからな。薬ってなんすか？はいはい。ほう。いやー、私運がいいのでね、薬なんかいらないっすよ。リンゴと少しの薬草があればね、十分戦えるんで。お、いいんすか？なんすかこれ。え？運動神経がすごく良くなる薬。走って登って泳いで全ての動きが速くなる。おお。ゴーゴー薬ってネーミングセンス。まあいいじゃないの。ゴーゴートカゲと、魔物の素材だけでできる。はい。ああ、よかった。ちょうどダッシュの移動速度遅いなと思ったところ。ただトカゲって結構足速いからなかなか捕まえるのしんどいんだよね。双子バシク。なんだ？あ、この人が喋ってたの？フッツァレン。双子、なんだ、バヤドへようこそ。どうです？ここはいい場所でしょ？こう見えて、この辺りも、大厄災のせいで昔は崩壊寸前だったらしいっすよ。双子山の恵みを受けてるせいか、今はすっかり元通りっす。野生の馬も戻ってきましたしね。やっと活気が戻ってきましたよ。どれ選ぼうか。野生の馬。馬に出会いますね。馬に全然出会わなかったっす。ほうほう。野生の馬を捕まえたら兄のタッサレンに言えば言いづれな。お客さんの馬として登録してもらいますよ。小声でリピートするな。馬の捕まえ方はうちの坊主たちが詳しいんで聞いてみてください。昼間はうちの馬の番をしてるんですんで、この辺りの道案内でしたら、このフッサレンにお任せください。かかりこ村は、まあ、一応全部聞くか。シーカー族って連中が住んでる村っすよ。なんで昔は魔法みたいなカラクリをいっぱい作れる一族だったようですが、それゆえに当時の王から疎まれ、みんなはチリチリになったとか、疎まれてた？どういうこと？ この前道を出て密林にまっすぐ北に進めば大きな橋がありますので、それを渡ってさらに密林に進めば、かかりこ村の門が見えてきますよ。はいはい。果ての村。なんですかね。ハイラルの端っこにある村。大厄災に被害も少なかったので、みんなのんびり過ごせましたよ。研究所なんかもあるらしいですが、変な学者がいてみんな寄りつかないとか。ここから北にすると、分かれ道がありますので、かぶに突っ込むんじゃねえ、いちいち。今その声もお前マイクの中に入ってるけどな。 編集で音声カットせんけん。 今のさっきのやりとりのせいで果ての村がどこにあったか聞いてなかったじゃねえかよ。 北に進むと分かれ道がある。そこを東に回ってあとは道沿いに行くだけ。かかりこ村方面か。歩くとなるとちょっと遠いですが、馬があれば一日程度で着く。馬はないっすよ。さようなら。お邪魔しまーす。わー、なんか、アラビアン感が半端ない。はい。お泊まりですか？普通のベッド、なになに？ちょ、待てよ、待てよ。待てや。もうすでに寝とるやんけ。え、ちょっと待って。このベッド、ベッドに飽きないっすけど大丈夫っすかね？
ラムダの財宝のありかなんだけどさ。ああ。ちょっと待って、無理せん。いや、教えてくださいよ。大盗賊ラムダの財宝は俺らのもんだぜ。おい、ブリセン、喋りすぎだぜ。ごめんよ、兄さん。つい。とにかく俺たちは大事な話をしてるんだ。何か用があるなら他の奴ら渡ってくれよ。教えてくれよ。ラムダの、なんつうの？ラムダの、ワンピース。ワンピースじゃねえや。大財宝。面白くない。単色羊って言えよ。何がだから羊を数えなさいよ。ブチシュブチシュあ、これあいつじゃない、風たくのテリーさん。いやー、あなた初めて見る顔ですね。はじめまして。私、この大きなカブトムシを、のリュックがトレードマークのテリーと申します。こんなご時世ほど危険を顧みず旅をしてらっしゃるあなたのために、私一女子の虫たちや紙に欠かせない役立つ商品を売ってます。なかなかうざいやん。なかなかうざい。俺の声がね。さあさあ買います。おお、矢とか売ってる、ありがたい。俺矢好きだから分かってるよ。どうやって充電すんだよね。あ、このタブレットに差し込むんか。うん、頑張りバッタ、頑張りゲージを回復する薬の元となる。おお、いらないかな、矢だけでいいかな。木の矢を全部買います。これが大人買い。木の矢を全部ですか。ほら驚いてるよ。なかなかすげえ大人買いでしょ。全部買います。2本だけ、2本セットだけだけど、2本セットじゃねえ、2セットだけ、合計10本。はい、34本も手に入れた、やったぜ。やめときます。でも薬の作り方が分かんないんだよね。悩んでる方がいるでしょ。ひなバガン。あ、失礼。はい。ブラッディームーン現象の謎を探るため日夜研究を励んでいるんだったら。ブラッディ、見たことがある。お前、これ嘘だろ。ブラッディームーン、なんだそれ。大厄災のあの日以来、月齢によらずに赤い満月が昇ることがある。そして、深夜0時になると、空が血に染められたように真っ赤になり、その瞬間から倒したはずの魔物たちが蘇る。ほう。すごい表情してるね、この人。たけしの目をしてんだよ。ちょっと目が細いんだ。なぜ魔物たちが復活するのか、なぜ突然赤い満月の夜になるのか。そんなことさえ解明されてない、まだ謎が多い現象。君もブラッディームーンについて、何か分かったらいつでも報告しに来てくれたまえ。はい。今は赤い月出てないよな。わからん。これで完了かな。馬欲しいな、馬。ワンちゃんがいらっしゃる。何もできなかった。めーめーめいちゃんと羊なんだっけ、あのドラマって。
メイが主人公で、で、執事となんか、そういうラブロマンスを繰り返、展開するああいうドラマ。メイちゃんの執事だっけ？まあ、それはどうでもいいわ。いらっしゃった。で、機敏に動けるやつの方がいい。クワも武器にできるんだぜ。しかもなかなか強い。畑のクワが壊れそうだ。そんな時は投げちゃえばいいのさ。ほらら。なんか体だけ残ってる。あ、虫。よし、倒した。ちょっと手荒すぎたが。確かボコブリのさっきの骨の腕も武器になるんだよね。うん。うん。うん、世界観がね。見渡す限りどこにでも行けるから。めちゃめちゃフィールドが広いんだよ、このゲーム。そのためのマップよ。あ、さっきの場宿も地図に映してくれてる。遠くねえか、これ。ナリシャ。なんか聞いたことあるな。スカイボードソードでこんなんいたな。ナリシャっていう名前のやつ。この橋通った先か？橋はどこだ？ナージャ？ え、ナージャ？何？ナージャ？そんなんあった？アニメ。 あー、懐かしいな、ナージャ。明日のナージャでしょ。あれってどんなアニメなの？忘れた。なんか、ナージャっていう主人公がさ、なんか、ロンドンでなんか旅芸人をしに行くみたいな、そんなイメージしかないんだけど。うっすらと覚えてんだよね、なんか、その時のやつ。東ね。はいはい。お！なんかこの辺なんか行商人が多いな。すげえ頑張り関係のやつが売られてんだけど。頑張りだけは料理できるから。全部買います。60ルピー、問題ありません。大丈夫大丈夫。ちょっとつにこういうのも入れてくるけ。多分これ見てる人からも多分こいつ変なやつやなと思われてるけど、特に。 これカニなんだね。オッケーオッケー、金はいっぱいあるぜ。さようなら。それじゃあな。あ、やべ。マイクが。なんでもない。そろそろ鎧欲しいんだけどね。今装備してる服とかズボンとかもう初期装備同然の装備やけんが、防御力が低いんだわ。ハイラル装。こいつは一つ乗ればハート一個分回復してくれる。鎧装？なんだこれ。その丈夫でしなやかな、た、ん？縦す、ん？まあ、いいや。
料理して食べると体幹を強化する効果があり、効能か、防御力が増す。ほほー。わー、ヤギがいっぱいいる。あ、こいつ捕まえられんじゃね？なんで？ 待て。よーし。何が手に入るかな？獣肉か。これ。ハンマー？おお。ハンマー万能やな。これもあれか、防御力が増すんだ。さてさて、この先か、なんか、道なりに進んでんのか、これ。ん？なんか別の道通ってるような気がする。こっちで合ってるよな。なんかジブリっぽくない？この雰囲気。いや。なんかでかいコログがいる。コログ族がいる。でっかいやつ。ケネー！キミチン、ボクチンが見えるの？何言ってんすか？見えますよ。やったやった、キュンキュンキュン、100年ぶり僕たちが見える人登場。お前何歳だ？何歳だろうね。はい。大事なマラカスがあそこの魔物たちに隠されちゃって。あそこってどこ？岩の向こうにいるはずのあいつら。はい。あれがないと力が使えない。だからお願い、ボクちんのマラカス奴らを取り返してちょーらい。ちょーらい？ミニチャレンジ？サブクエ？あ。なかなか野蛮だろ。外した。よし。イェーイ。焼いて食べた方が美味しく食べられる。そして何よりも牛肉よりヘルシー。まあ、それはどうでもいいわ。鶏肉取るとなんか唐揚げ食いたくなるな。そんなことはどうでもいいわ。あ、気づかれた。うわ、しかもうわ、ちょっと待て待て。結構強いやつじゃないですか。やべえ、逃げよう逃げよう逃げようぜ逃げようぜ。バイバーイ。どこまで追ってきてんだ。困ったな。困ったな。武器。やばい、俺は逃げるぜ。よし。ひでえ、我ながらひどい。ハイラルバス、ハート一つ分回復してくれるんだ。おえー。さて。兵士の盾つけて。あ、矢がないのか。矢じゃねえ。弓がねえのか。強そうなこいつを。行商人、よく堂々と歩いていけてるな。朝はダイヤモンド、気楽やな。危険物？はい。爆弾使ってみたら？そう、それ振りか？振りか？ やってくれって振りか。鉱石の近くで爆弾で爆発しても
鉱石は取れるっぽいな。じゃあさっきハンマー使わなくてもいいっぽい。うわ、どうしましょう。はい、あ、違う、L、L、あ、どうせあれだ、昨日、うちょ、あーもう転がっていってるし作戦失敗だよ、逃げるぞそこはリアルなんだな、行商にも逃げてった。武器は剣、違う、こっちじゃない、手数、投擲槍かな。手数でしょう。よし、攻めるぞ。よし、もう一匹。壊れそうだ、だったら投げちゃえ。おら、投げた方が攻撃力2倍。え、まだいるの、まだ生きてたか、しぶといね。いて、あぶね、よし、倒した。もう一匹いるだろう、出てこい、俺が相手をしてやる。いらっしゃった、気づかれた。よし、倒した、分かってるわ。何、ゲームが終わったらその本体に差し込めばよかいいのか、これジョイコン来たぜ。ボックリンが愛してやまないマラカス、2歳の頃はすでに振り回していた。あいつ何歳何歳なんだろうね。少なくとも102歳以上は、うん、よいしょ。お、トカゲだ、ラッキー。ちょでも薬の作り方がわかんねえんだよな。魔物素材と煮込む料理で薬が作れるとか、そんな感じなのかよくわからん。なんかすげえ落ちて転がってんだけど、ボコブリンの素材が。こんにちは、サリーマン、ボクジンのマラカス、ちょーらいのらーい。はーい、どうぞ。はい、中に入ってたコログの実がなくなって、いつものとか出ないの。一つでも、あ、お？お？お？森の子供たちが、あ、何匹か俺、森の子供たちに会ったな。4人ぐらい。はい。お願いします。いいね、いいね。何がいいかな。武器か、あ、ま、武器だな。かしこまりました。え、踊るの。いくよー。リンク踊ってねえじゃん。踊らない、リンクの塩対応。タンタララーン。一マス開いたけど、もう一マス開けてもいいんじゃない。小声でキャって言うのやめなさい。はい、あ、一個につき一つ、あ、二個、え、どんどん要求される感じ。
弓ポーチかね。かしこまりました。どうせ踊らないけど。ちゃんとタイミング合わせてくれ。大きくなった弓ポーチー。ここでキャッて言う。うん？早く帰らないとおじいちゃんに怒る。じいちゃんいるんだ。コログの森どこだよ。ここにとどまるのかな。とどまらないのであればちょっとここにいますよ的な感じでマークをつけたい。